日英共同開発が進む次期戦闘機計画について、ある程度はみんなも知っているよね。そんな次期戦闘機計画なんだけど、懸念材料もまた増えてきており、昨今の情勢も相まって開発速度を早める必要が出てきたよ。開発速度を早めるのは、言うまでもなくウクライナの首都圏によるものだよな。備えもせずにただ日々を過ごせるほど、今の世界は平和じゃないもんね。いざという時が来ないことが一番だけど、その時のためにできることをしないとね。そうだね。さて今回は、次期戦闘機計画のエンジンを軸に詳しく見ていくよ。それじゃあ行ってみよう。着々と開発が進む航空自衛隊の令和のゼロ戦こと第 5.5 から6世代戦闘機、次期戦闘機だけど、その心臓となる水力15トン級の高性能エンジン XF9 は順調に進められているみたい。2018年6月に開発を担当した IHI からプロトタイプエンジンが防衛装備庁航空装備研究所に納入され、性能確認試験が実施されているんだって。これまでに XF9 について公表されている情報は、サイズは F15 に搭載されているプラット&ホイットニー製のエンジン F100 とほぼ同じサイズとされ、性能確認試験においてアフターバーナー作動時での水力15トン以上、アフターバーナー非作動時でも11トン以上の水力が確認され、性能目標が達成できたとされているんだ。この XF9 の開発コンセプトはハイパワースリムエンジンとされているんだけど、その理由は第6世代としての次期戦闘機においてはステルス性能を期待されていて、これと戦闘能力を両立させるためには大量のミサイルを搭載できる機体内ウェポンベイスペースの確保が重要だからだね。次期戦闘機では公表されたデジタルモックアップなどから大型双発戦闘機となることが分かっていて、そのためにも現状の XF9 をよりハイパワーを発揮し、かつコンパクトにすることが必要とされており、防衛装備庁航空装備研究所では IHI の協力の下でコンパクト化、および高出力レーダーや電子戦機器を駆動するための大容量発電性能、そして低燃費を実現すべく研究が進められているよ。次期戦闘機の開発体制については、2020年10月に開発主体プライムとして三菱重工業が選定され、XF9 を開発した IHI のほか川崎重工業、スバルが機体の開発を担当し、三菱電機、東芝、富士通、NEC が参画してレーダー類や電子機器の開発を担当することが決まっているんだ。また、2020年末には海外提携先として、F22 ラプターや、航空自衛隊が導入を進めている F35 ライトニング2開発の実績を持つロッキード・マーティンが選定されていたんだけど、2022年初頭にロッキード・マーティンではなく、英国との共同開発を行う旨の報道もあり、海外提携先は現状不明瞭となっているね。ただ、ロッキード・マーティンにおいてはかつて F2 戦闘機を開発した際に政治的な横やりが入り、F16 ベースでの開発を余儀なくされた際に、システム関連の技術情報がブラックボックス化されてしまい、完全な純国産戦闘機とすることが叶わなかった経緯があり、今回も二の舞となるのではと懸念する声は大きいようだぜ。そのためか、技術提携先をロッキード・マーティンに決定した後も他の海外企業、特にイギリス企業との連携を探っていて、レーダーやシステム関連では第6世代戦闘機テンペストの開発を進めている BAE システムズと、エンジン開発に関してはロールス・ロイスとの共同開発を進めていて、先日の G7 サミットでの菅首相とヨンソン首相との会談でこの件についてやり取りがあり、現在は最終調整を行っているとの報道があるな。過去の出来事があるから、日本も慎重になってしまうよね。その通りだね。次期戦闘機については、その配備までの事業費が総額5兆円を超えるとして、その単価は高額となることが予想され、配備開始以降もそのコストが防衛費を圧迫することが懸念されているよ。日本国内の配備だけの製造機数ではとてもコストダウンが望めないため、与党内でも輸出を念頭に置くべきと意見が上がっているんだけど、かつての武器輸出三原則から見れば緩くなったとはいえ、防衛装備移転三原則においても戦闘機として輸出するまでのハードルが相当に高いのが現状ってわけ。エンジンをロールス・ロイスとの共同開発を進めているのは、技術的な支援よりもエンジン単体の輸出を狙っているのではとの推測が出ているな。ロールス・ロイスのネームバリューを利用してエンジン輸出によってコストを下げたいとの思惑があるのかもしれないぜ。ところで、開発が進んでいる XF9 の性能に関して、中国の反応ってどんな感じなのかな？性能試験の結果が良好で、アフターバーナー使用時の水力15トンを達成していることや、燃焼機出口温度が1800度に達していても耐えられることに注目していて、F22 に搭載されているアメリカ製の F119 エンジンにも匹敵する高性能なジェットエンジンであると報じているみたいだよ。
中国では第5世代戦闘機として J20 配備を進めているんだけど、この戦闘機はかねてより中国製エンジンの不調に悩まされており、ロシア製のエンジンを搭載するなどの噂が出ていたけど、どうやら2018年を頃には解決した様子で、2021年中には150機が、2025年までに200機が配備されるんだって。航空自衛隊では F-35A タイプ105機、護衛艦加賀出雲に搭載ブルビータイプを42機導入する計画だけど、これでは2025年以降は第5世代だけの比較でも中国より少ないことになり、中国に対して優位に立つためには、数的に優勢な相手を制圧する能力を持つ第6世代戦闘機である次期戦闘機開発を急ぐ必要があるね。第6世代戦闘機としては日本の次期戦闘機の他に、イギリスのテンペスト、フランス、ドイツ、スペインの3国による FCAS が配備実現の可能性が高いとされているんだけど、中国においては有人操縦の第6世代戦闘機の開発を諦めて無人機として登場するのではないかとの見方もあるよ。ちなみにお隣の韓国では2021年4月に、かねてより開発中であった KFX の試作1号機が完成したとして、韓国航空宇宙産業の工場で出庫式が開催されたとの報道があったな。どうやらこの KFX はまだ試作機の段階ながら KF21 ポラメはカタカと公式に命名されたようで、式典には開発計画に参画していたインドネシアの国防省が出席したとされているぜ。インドネシアといえば KFX の開発計画から降りるのではとの噂があったよね。ああ、未払いだった共同開発のための分担金を支払ったとの情報もないんだが、式典に出席しているところを見るとまだ繋がっているのであろうと思われるな。この試作1号機は当面は地上試験が行われて、2022年に初飛行が予定されていて、配備開始は2026年以降であるとされているみたい。韓国はこれを第5世代として発表しているんだけど、そのステルス性能は機体の一部との表現がなされていて、ひいき目に見ても第 4.5 世代がいいところじゃないかな。つまり配備開始と同時に1世代前の戦闘機となってしまうわけで、しかもその頃には世界の目は第6世代に向けられているだろうから、韓国空軍が F-35 の導入を急ぐ理由がよくわかるよね。日本の次世代戦闘機をコスト面での計算だけで、単純に輸出を前提と考えるのは問題があると感じる人が多いのもまた事実だよ。費用対効果が悪くて赤字だから、外国に売って儲けた金で補填しようという前に、まずは戦闘機の基本設計をしっかりと整えることが重要ではないかと思うんだ。言うまでもなく戦闘機の価格は巨額だもんね。自分たちの要求に合った、きちんとしたものじゃないと買ってはもらえないよ。第6世代戦闘機の名前にふさわしい大地に足をつけたものを作ってもらいたいと期待したいな。そうだね。一方で明るい材料もあるんだよ。かつて普通戦闘機開発の際にネックになったエンジンなんだけど、すでに IHI が XF9 エンジンの試作品を防衛省に納品し、日本国内での生産に目処がついたという点だね。このエンジンの特徴は、タービン入り口付近の最高温度が1800度という超高温である点なんだ。当然ながらこの高温に耐えられる素材を加工するテクノロジーや部品の強度が求められることになるんだけど、XF9 エンジンはこの厳しい条件をクリアしたってわけ。この事実に関して第5世代戦闘機 J20 を開発した中国も、様々なメディアで日本の技術力の高さには警戒が必要であるという内容の記事を掲載しているようだね。中国が日本の技術力に警報を鳴らすということは、日本の技術力を恐れているイコール優秀さを認めているということだね。一矢報いたような気もするが、追いつこうという意思表明にも感じられるな。言うまでもなく、軍事大国中国は世界一の人口を持ち、経済でも世界トップ2に入っているよ。潤沢な資金をフル活用し、J20 戦闘機を開発したけど、肝心のエンジンの国産化にはかなり苦戦しているらしいという噂だね。メディアの記事は中国の現状を反映しつつ、逆に言えば日本の技術力の高さに接しや不安している苦しい立場を表現したのかもしれないよ。さて、ここ数年ドローンに代表される無人飛行機が生活に多く入り込むようになったよね。テレビ番組や映画のロケ、農作業への導入などでご存知の視聴者も多いんじゃないかな。戦闘機も AI 搭載で人を乗せないものの開発が進んでいるとも囁かれているくらいだし、有人戦闘機としての世界各国で戦闘機が開発されているけど、この潮流は次の第6世代戦闘機が最後になるのではないかという予測もあるんだ。そんな中、最後の有人戦闘機にもなりうる日本の次世代戦闘機開発から目は離せないよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。それじゃ今日は簡単な雑学を披露したいと思うよ。今日は雑学か、どんな内容なんだ？今日は髪の毛についてだよ。みんなは帽子をかぶるとハゲるって言われたことない？あるある、
特に、家の中で帽子をかぶってると言われたことがあったよ。そうそう。でも、それは安心して。帽子をかぶってもハゲないから、科学的根拠はないらしいんだ。そうなんだ。ちなみに、ワカメを食べると髪の毛が生えるというのも科学的根拠はないらしいぜ。そんな。それじゃ今日の動画は終わりだよ。